みんなの党の渡辺代表は化粧品販売会社 DHC の吉田会長から8億円を借り入れたことを認めた上で選挙資金ではなかったと釈明しました。選挙の費用として貸し付けたのであるということをおっしゃっておられるようでございますが私の方うは渡辺芳美個人を応援してくださるという趣旨のお金であると理解をいたしました。 きちんと説明をしていくのが私の責任を全うすることだと考えておりますその上で衆議院に報告した資産報告書と吉田氏からの借入金残高が食い違っている点について事務的ミスがあった訂正したいと述べましたまた借入金の使い道については交際費など政治資金を使うことができないもののためへの支出だと説明しました さらに渡辺代表は借入金に関する今回の吉田氏の問題提起は唯の党の離脱をめぐる意見の対立が原因で吉田氏は政治的に私を追い落とそうとしているという見方を示しました。